ーの元スペイン代表でバルセロナで活躍したジェラール・ピケ氏36と現在交際中のクララ・チアさんがバルセロナ市内のレストランで入店を拒否された疑惑が浮上しているスペインメディアマルカなどはネット上で広がったある動画について報道。ピケ氏とチアさんが動揺した様子で車に乗り込む様子が捉えられている。撮影しネット上に投稿した人によると、バルセロナ市内の日本料理レストランに両者が入店したものの、オーナーがピケ氏の元パートナーで世界的歌手のシャキーラ46の大ファンだったため、二人の入店を拒否した直後だという、スペインメディアビンフォバエによると、この動画に対しネット上では、レストラン経営者はピケよりもシャキーラに忠実だ、私はレストランのオーナーとシャキーラのファンだ、となどシャキーラファンからの書き込みが続いたという。一方で、マルカは、これは本当かどうか検証の必要がある、と注意書きも加えている。ピケ氏が当時22歳のチアさんと浮気をしたことが原因で、昨年6月に破局した。現在ではシャキーラが局で両者を非難する一方、ピケ氏はチアさんとの交際を SNS 等で堂々と公開している。ファンも完全にピケ氏派とシャキーラ派で分かれているのは間違いなさそうだ。